ラジカルビデオジョッキーをご覧の皆さん、ジュースジュースです。サブリーダーの金沢智子です。高木さゆきです。上村あかりです。2月13日リリース、ジュースジュース11枚目のニューシングル、ビタンさんポツリとグッバイ&グッドラックなんですけれども、はい、ビタンさんという楽曲はですね、とてもキャッチーなサビのフレーズだったりとか、振り付けもですね、真似しやすいシュワシュワっとした振り付けが入ってたりするので、ぜひ皆さん聴いて踊って歌って見てほしいなと思います。はい、そしてポツリとはですね、思いを捨てる人に、思いを伝えれないという本当に切ない楽曲になっておりますので、歌詞もすごくすごくいろんなことを想像しやすいので、いっぱい聴いてください。はい、そしてグッバイ&グッドラックという曲はですね、柳川ななみちゃんというメンバーの卒業が控えているんですけれども、まあ、柳川ななみちゃんのちょっと卒業を祝したような曲にもなってますし、そして、まあ、新生活がね始まるよなんていう方の背中をポンと押せるような、そんな素敵な曲になっていますので、まあ、歌詞にもね注目してもらいたいなと思いますし、みんな歌ってる時の表情だったりも、はい、結構明るく元気な感じになってますので、そんなところも注目してみてください。よろしくお願いします。お願いします。そしてジュースジュースはですね、いろんなところでライブを行わせていただいておりますので、はい、詳しくは公式ホームページをチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。以上、ジュースジュースでした。